こんにちは、サミット飛行隊の山尾です。今日はですね、今まで、これだけを持って、行ってほしいアイテムをご紹介いたしましたけども、なぜそこに限ってしたかと言いますと、初めて登山される方、全部の装備を揃えるのにやはり10万とか20万とかかかってしまうわけですね。で、いっぺんに揃えることができないので、小分けにして最初にはこれだけは持って行ってくださいというようなご紹介をしているわけです。ですから、今回ご紹介するのは次のステップに備えてほしいというアイテムをご紹介いたします。一つ目はセルトです。セルトというのは簡易的なテントになります。このようにコンパクトに畳めますので、ぜひとも持って歩いていただきたい。セルトは持っているだけでは、リスクに備えることができません。やはり何度か練習して、立ててみるという、技術と知識が必要になります。そして買ったばかりのセルトには、ロープですとかペグはついておりませんので、必ず一緒に、持ち歩いていただきたいという具合に思います。まあ、いろいろな立て方があります。スティックをポール代わりにして立てるやり方、あるいは木と木にロープをはわして立てるやり方、それぞれありますので、それぞれに見合った道具もやはり必要だという具合に思っておりますので、その辺も想定した形で持って歩いてください。続いては防寒着です。一つは軽ダウンという薄いダウンジャケットですね。これはまあメーカー品といいますか、私は持っているのはユニクロ製です。安い時に買いました。これは4980円でしたかね。こういったもの、そして夏は1枚ですけども、冬はこれでは寒いですので、これの重ね着としてもう1枚同じもの、まあ、サイズはちょっと若干大きめのものを買いますけども、2枚併用して、使っています。まあ、もちろん登山でなくても使えますのでね、大変便利です。また軽ダウンでなくてもこういったフリースのものをやはり持つとよろしいかと思います。あくまでも山というのは、気候の変化によってかなり、温度が下がります。地上とは違いまして、風も冷たいですし、休憩時間などはかいた汗が冷えて体が冷えてしまいます。したがってそういう時にはこういった防寒着を着て休憩をすると、体の保温を保つということで必要になりますので、持っていかれると便利になります。あと、まあエマージェンシーキットになりますけども、まず皆さんはここまで持つ必要はないと思われます。まあ、私は一応ガイドの資格も持ってますので、いろいろなものを持って、歩いておりますけども、今回は、このすべてを、ご紹介はいたしません。あくまでも、まあ、皆さんが、初めて登山をされるときに持って歩いてほしいもの、そういったものをご紹介いたしますけども、まず持病に対する薬ですね。それからよく小村返しなどがありますので、芍薬甘草湯みたいのも市販されてますので、用意されると良いでしょう。それから傷板装甲はまあ当たり前っていうか必ず持って歩いてほしいんですが、靴ずれ防止のシールなんかも大変便利です。それから、傷板装甲も大きめのサイズのものもよろしいかと思います。これなどはこのぐらいの大きさでかなり大きいですので、それぞれ傷板スコア大きさを揃えて私は持って歩いております。これは常に使うものですので、できるだけ手元に置いておいてすぐ取り出せるような形がよろしいでしょう。あとは捻挫とか月指などの怪我欄なども多いので、テーピングを持たれるとよろしいと思います。硬いやつとそれから伸びるやつ2種類ありますので、必要です。
でもテーピングを持って歩いていても、なかなかその場で対処することできない時がありますよね。プロじゃないんで、まあ、そういった時のために僕はこういう、用紙をですね持って歩いて、いざの時に、正確なテーピングの仕方というのをこれを見ながらやっております。あとまあ専門的なのはありますけども、ここで皆さんに便利グッズを一つご紹介したいと思います。それは梱包用のラップです。この梱包用のラップ非常に便利です。私も緊急用の時に2回ほどお世話になりましたけども、これはこのまま持って歩くと非常にガサになりますので、私の場合にはこのように芯を抜いて潰して持って歩いております。こちらにも お見せしてますけども、実際私、足首を三角骨折しました。その時もこれでぐるぐる巻きにしてます。それからアキレス腱を切ったこともございました。その時もこれで、添え木をしてぐるぐる巻きにして帰ってきました。昔はですね、三角巾というものを用意してくださいという具合におすすめしたんですけども、三角巾はですねどうしてもガサになってしまいますし、腕なら腕だけしかこうできません。足なら足しかできません。そうすると3つも4つも持って歩けませんので、これがよろしいです。それから傷を負った時でも、包帯代わりなんですね。包帯代わりになります。これで切れてピタッと止まります。腕を折った時に回す時もできますし、足首を骨折した時もぐるぐる巻きにして固定することができます。傷口も塞ぐことができます。それから夜ご飯でお米が余ってしまった、明日このお米をおにぎりにして持っていったらどうだろうということで、ラップはないだろうかということで、そりゃあるわけないですよね、普通の人は。まあ、ところが私は持ってたのでありますよっていう形でこれを取り出して 2,3 枚広げて、その上にご飯を乗せて巻いておにぎりを作ったというとても便利なグッズになりますので、ぜひご用意していただければ便利なのではないかと言います。ちなみにこれは消防署などの防災訓練などでもご紹介推薦しているグッズになりますので、とても登山だけではなくて、一家に一台備えておくのもよろしいかと思います。最後のアイテムとして、コッペルト燃料をご紹介いたします。日帰りで料理も作らないのに、なぜコッペルト燃料が必要かということになるかと思うんですけども、今日ご紹介した装備は全てやはりリスクに備えるという観点から持ち歩いてくださいということです。これもまたコッペルト、この中に燃料が入っております。もちろん、普段は使わないので私は非常用としてこれを持って歩いております。遭難してビバオクをしなければならなくなった時、まずテントを立てます。テントです。非常に、その中でも寒いです。その時に、いわゆる防寒着を着ます。あらゆるものを着ますね。防寒着も着て、カッパも着て、そして体温を維持する、そして、水なども補給しなければなりません。寒い時には冷たい水よりも温かい茶湯の方がよろしいかと思います。その時に、そういった緊急の料理を作ったり、お水を、温かいお湯を作る時に、コッペルが必要になります。そしてまたそれを
するためには燃料が必要になります。これはコンパクト用の燃料になりますし、これがコンロになります。また改めてストーブ、こういったものの種類についてお話をさせていただきますけども、とりあえずこれは私は緊急用に持ち歩いているコンロになります。こういった形で、装着して使うわけですね。はい。それから気をつけなければならないのは、これも自動着火式です。パチパチってやって、自動着火式なんですが、山に行くとなかなか湿気ですとか空気が薄いということで、つきづらいです。したがって必ずライターも持ち歩くようにしてください。以上が、次にご用意をしていただきたい、リスクに備える道具です。